い、こんにちは。着物初心者のさあやです。今日も五明先生に来ていただきました、はい、よろしくお願いします。今日はですね、はい、ちょっと先日着物を着て歩いていたら、うん、足が痛くなってしまったんですけど、やっぱ先生となればもう足の痛みなんてもう無縁だと思うんですけど、ちょっとそういう時にちょっとまだ初心者なので、どうしたら足が痛くならないのかを教えていただきたいんですけれども、慣れないとね、親指と人差し指の間が痛くなったりしますからね。はい、はい、じゃあ小通りを、はい、痛くならないように、はい、5つのポイントでお伝えしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。じゃあ1つ目ですね、はい、まず旅を選ぶときですね、はい、旅を選ぶときにはこういうあの面の、はい、キャラコの旅とストレッチ旅がありますので、できればこちらの方が伸び縮みしますので、ストレッチ旅の方がいいと思います。あ、じゃあ慣れないうちはまずストレッチの方が、はいはい、それと2つ目ですね、はい、2つ目、髪を履く前に、はい、足の親指と人差し指の間にカットバン、傷バン走行ですね、はい、それをやっておくとここクッションになりますので、あ、もうここって感じですか。そうですね、うん、そうするとそれを貼ってから髪を履いてあげる、うん、クッションになるので痛みも、うん、あのスレもね多少違いますけどね、はい、口スレとかもそうですよね、特に ね、いいですね。お3つ目は、はい、あのお草履なんですけども、はい、お草履あのよく皆さんね、かかとがこうなってるんですけど、かかとはここからちょっと出るぐらいのお草履を、うん、あの選ばれた方がいいと思います。あ、はいはいはい、あのペタペタってなるんですね、下の方だとね、ちょっと大きめのお草履なので、ちょっとあのほんのちょっとね、1センチぐらいかかとが出るぐらいのお草履にしてあげた方がいいです。普通の洋服とかの靴とかサンダルだと、そうですね、もう足はもう、こんな感じじゃないですか。そうですね、中に入るっていう感じですけど、ちょっとここ出てあげて。出ちゃう。はい。で、出す形で。はい、その方がいいですね。じゃあまず選ぶのも重要になってくるんですね。はい、4つ目。4つ目は、あの、はい、歩き方ですね。歩くときに、親指と入ってきますね、はい、で前にギュッギュッとこう前に詰めないような歩き方ですね、ちょっと上からこうポンポンポンっていくような歩き方だと、これが中に入っていかないので、あ、ね、前に前に行っちゃうと、はい、どんどんここにダメージが、ダメージきますからね、はい、3つ目最後はですね、はい、お通りを履くときに、履くとき、あの一度きついと思うんですね、で足を入れたら足を一回ギュッとこう持ち上げる感じ、ちょっと足の方でやってみた方がいいですかね。あ、じゃあ、はい、ぜひお願いします、はい、じゃあこれを履きますね、履いた時にね、鼻をちょっとねずらしてあげて、ここのところ、これね、よくここでね、皆さんトントンってやるんですけど、これはやらない方がいいですね、絶対やめる、うん、でここまで来たらね、まず先が空いてるんで指に力を入れてここ持ち上げてあげますね、これちょっと鼻緒に緩みが出るので、それでちょっと入ります、うん、ちょっと入った感じでかかとがちょっと出る、うん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 、こういう形の方が拭きやすいし、足のダメージがいかないですね。はい、ということで五明先生に、はい、痛くならないいろいろなごポイントを教えていただきました、はい、ありがとうございます。もう履く前からいろいろ勝負が始まってるんだなっていうのが分かりました。旅もストレッチの柔らかい伸びやすいものにしたり、今はもう絆創膏を貼ったり、見えない分そう、ね、こう脱いだら、うん、わ、真っ赤になってたみたいのがあるので、うん、もうそうなる前に対策しておくのが大事なんだなと思いました、はい、ぜひぜひ皆さんもこのような方法で痛くない歩き方、旅の選び方、いろいろ挑戦してみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。